米メディア、スポーツは26日、エンゼルスの大谷翔平投手が今季終了後にフリーエージェントとなった場合に契約する可能性のあるチームをカテゴリー分けしてランク付け MLB 担当記者5人の考察をもとに全3 9球団を並べた結果メッツとドジャースが共に好きなように金を使えるチームとして1位となった大富豪として知られるメッツのスティーブ・コーエンオーナーは「 早くも獲得へ向けて本格的に検討していると報じられており、ランキングでは最有力候補となっている。同記事は一方でドジャースについて、ウォーカー・ビューラーはまだ右肘手術からの回復途中で、フリオ・ウリアスとクレイトン・カーショーはいずれも来季終了後に FA となる見込みなので、ドジャースは大谷の求めることは何でも提供する可能性がある、との見解を示した。3位はパドレスで、同記事は、 マニー・マチャドが来期にオプトアウトするか球団が不安外と長期契約延長するつもりがない場合間違いなくトップ選手である大谷に億単位のビッグディールをオファーするには十分な動機となりうるとコメントしている大谷翔平は MVP の最有力候補王は7点5でトップ12勝35本塁打 MLB 公式が成績予想エンゼルスの大谷翔平投手は今季 どののよううなシーズンを送るのだろうか。MLB 公式のデータ解析システム「スタッドキャストを担当するデビッド・アドラー記者が各チームのトップ選手を予想大谷はウォーで1位となった大谷は WOW7.5 打者 WOW3.1 投手 WOW4.4 と予想されたもし二刀流のスーパースターが2023年に予想通りの活躍をすれば この3年間で2度目の MVP 選出に向けて最も有力な候補となると断言した米データサイトファングラフスの予測システムスチーマーは打者と投手両方の価値を合わせれば大谷が球界ナンバーワンだと見ている具体的な数字として打者としては35本塁打16盗塁96打点投手としては12勝防御率3.16217奪三振の予想となった なおナショナル・リーグのトップはパドレスの不安外の王7.1で外の王は野手の中では一番 WRC+172 も打者の中で一番の予想でシーズン前の段階ではナ・リーグ MVP 最有力ということになる出塁率4割3分1輪137支給とともにメジャー断トツな上に24歳のスラッガーは33本塁打95打点 メジャートップの113得点も予想されていると大きな期待を寄せられた大谷翔平の流出は不可避エンゼルスが球団売却の中止を発表して以来今季終了後にフリーエージェントになる大谷翔平投手へ影響が心配される中エンゼルスファンの8割以上が落胆していることが25日日本時間26日までに分かった。 大谷流出は避けられないといととううことだろうエンゼルスの元フィールドリポーターで現在は FOX ス,スポーツで活躍しているアレックス・カリー氏は同局のアナリストで熱狂的な大谷ファンで知られるベン・バーランダー氏と共にポッドキャスト番組「フリッピン・バッツ」の司会を務めているカリー氏は大谷選手のメジャー第1号ホームランのヒーローインタビューも担当したことで知られているそのカリー氏はエンゼルスが球団の売却中止発表後 ファンらに対しツイッター上で「エンゼルスファミリーのみんな球団売却中止についてどう思う?」とアンケートを実施した回答した約7,000人中84%が「フラストレーションを感じている」16「16%がハッピー期待が高い」と答えたことを番組で公表したカリー氏はエンゼルスのオーナーアート・モレノ氏のファンと公言した一方「でも今のエンゼルスには変化が必要」 ここの11年間とと同じことを繰り返してはいいけないまた、選手たちがこのことをどう感じているか聞いてみたいと付け加えた。バーランダー氏と大谷に与える影響についても熱く議論した。モレノ氏には時間が残されていない。勝てるということを今すぐ証明する必要があるで一致した。一方、売却中止を喜んでいるのはドジャースとそのファンだろう。米ファンサイトのドジャーウェイは25日に。 新しいオーナーが与える期待感があった時の方が大谷がアナハイムに残る可能性が強かったとひと安心モレノ氏が残ることでエンゼルスの状況は良くてニュートラル中途半端なチーム状況はトップから始まるその点グッケンハイムグループに売却されたドジャースは1年後から10年連続ポストシーズン進出を続けていると勝てるチームを強調大谷の決断に期待をかけた エンゼルス売却中止の影響大谷翔平の残留可能性は5%米敏腕ンン記者が5億ドルの争奪戦を予想米ニューヨークポスト紙の敏腕ンン記者ジョン・ヘイマン記者は大谷残留の可能性が大きく下がったことを報じた球団売却を中止したことでエンゼルスが二刀流のスーパースターである翔平大谷を残せる可能性はそもそもあまりなかったが 予想外の一つの判断からその可能性がさらに下がった可能性が高いと同時あるライバルチームの関係者は彼が2024年開幕をエンゼルスの選手として迎える可能性は5%ほどだと言い切ったという上昇チームのドジャース大金を費やすパドレスジャイアンツスティーブ・コーエンがオーナーを務めるキンマン・メッツは入札に間違いなく参加するだろうし その額は簡単に5億ドル約648億円に届くかもしれないと争奪戦を見込む主な目標は勝つことだと大谷が公言してからエンゼルスが大谷と再契約するチャンスはとても低いように見える争奪戦については少なくとも新しいオーナーであれば漏れのオーナー下で長期にわたって負け続けてきた責任を負わされることはなかったはずだと分析した 売却中止が大谷の去就に影響を与えることになるのは確実だが早くも周囲は騒がしさを増している大谷翔平、契約延長の可能性はほぼない。米メディアが予想、エンゼルスが今期も優勝争いから脱落なら米メディアブリーチャー・レポートがエンゼルスの大谷について言及し2023シーズン中に契約延長する可能性は著しく低下したとの見解を示している。 このままエンゼルスとの契約を更新しなければ大谷は2023年オフにフリーエージェントになる予定だ以前から大谷は勝ちたいと口にしておりチームの体制が変わることが同選手の残留につながると考えられているしかしエンゼルスのオーナーを務めるモレノ氏が一転して球団売却を中止したことでその希望は打ち砕かれた同メディアはタイトルにモレノ氏の決断によって 大谷とエンゼルスの新契約は遥かに低くなったとつけエンゼルスが今期も優勝争いから脱落した場合大谷のトレードを検討してもおかしくないだろう少なくとも大谷をフリーエージェントで手放すよりもいくらか資金を回収できる方が良いからだと伝えているモレノ氏は2003年にウォルト・ディズニー社から1億8400万ドル約250億円で球団を買収これまでに6つのタイトルを獲得してきたが 2014年以降は一つも獲得できていない状況が続いているマイク・トラウトや大谷といった2大スターを擁しながらもプレーオフ進出を逃す展開が恒例となっていたコンオフ FA になる大谷の契約はメジャー史上初の5億ドルに達すると予想されている専門誌「スポーツ・イラストレーテッド・電子版」はエンゼルスには大谷を引き止めて長期契約するのは苦労するだろうとし リリオネアのスティーブ・コーエン氏がオーナーを務めるメッツのほかコンオフ補強に消極的だったドジャースやパドレスにヤンキースも含めた資金力豊富な8球団によるマネーゲームが展開されると予想した地元オレンジカウンティレジスター氏のエンゼルス版で「ショータイム大谷翔平」メジャー120年の歴史を変えた男の著者でもあるジェフ・フレッチャー記者は26日日本時間27日に MLB ネットワークラジオの番組 アンアアシスステッドにゲスト出演し、し見通しを語った。アートモレのオーナーが2023年以降も球団を保有することで大谷に長期契約を打診するドアは開いたと思うその希望を止める理由がないエンゼルスの状況によっては大谷も考えると思うと多くの米メディアが否定的な長期契約を結ぶ可能性はあるとしたその上でエンゼルスがペナントレースから途方もなく外れていて長期契約も結べていなければ 彼はトレードされるだろう。トレードされない理由がない。ただ、12チームがプレーオフに出られる今、途方もなく外れるということは難しいと付け加えた。25日、同26日にゲスト出演したサンディエゴのスポーツラジオ番組「ベン・ウッズ」では、大谷翔平が何を考えているかは本当にわからないと前置きするとこう続けた。もし、エンゼルスと、 エンゼルスと同じくらい勝つチャンスがある別のチームを彼に提示したらエンゼルスを選ぶと思う心地よさや物事のやり方が分かっているからでもエンゼルスは勝っていないエンゼルスは勝てるのだということを彼に証明しなければならないでも慣れ親しんでいるというのは一つの判断材料になると思う大谷の去就がエンゼルスの成績次第ということは不変開幕後球団選手ファン 日米メディアは例年以上に勝敗に一喜一憂することになりそうだ。